こんにちは。今回は数字の積分でよく用いることになるこの3つの証明をやっていきたいと思います。まずこの3つに全部共通していることなんだけども、アルファからベータまでの x-α の n 乗という形、この定積分はね、1次の係数が1になっているときはシンプルに1乗を増やして逆数かけるという積分が可能なので、この形が作れる。アルファ入れてあげたら、アルファ引くアルファは0でなくなるもんね。結果的に、ベータ入れたものだけが残るから、こんなシンプルな形になるんですよ。この考え方を利用できるように、うまく変形していきます。これ、惜しいんだよね。非常に惜しかったんですよね。ここがベータじゃなくてアルファだったら、まさに今の話が使えるのになーって見てほしいの。そう思ったらね、おー、じゃあ俺の手でアルファにしてやめよみたいな気持ちで、ここを強引にアルファに変えちゃいます。とはいえ、さすがに元に戻れない強引さってのはただの間違いですからね。後ろに調整して元に戻れるようにしておきましょう。ここで注目したいのは、アルファとベータは x が関与しない定数です。だから後ろに来ているアルファ引くベータはただの数なんだよね。ただの数だから、これをこのように分配法則を使って、崩してあげると、まさにこちらで話していたこの形が現れてくるよね。じゃあそれを利用していきましょう。あ、その時にここのアルファ引くベータマイナス出すこと忘れずにね。すると、この計算によりましてね、最後3分の1引く2分の1でマイナス6分の1となります。よくね出てくる放物線と直線で囲まれる部分の面積であるだとか、放物線2つで囲まれる面積であるだとか、あとは昔ね、センター試験でも一度出たことがあるんですけど、3乗の係数が一緒になっている3次関数2つで囲まれる面積、などなどといった問題で、ちょうどこの考え方が使えます。ね、まあ、それはまた具体的に別のところで喋ろうと思いますけども、1番示せ、2番使えという形で出題されることもありますから、当然自分の手で再現できるようにしておいてください。では、これと同じ考え方を使って証明していくのが、カッコの2番目および3番目ですので、ぜひこちらもね、今動画を止めてやってみてもらえればと思います。では、2番いきますよ。ということで、ね、ちょっとさっきのものを2乗に変えただけでね、すげえ横着しましたけども、まあこんな具合に、なっていきますということでした。まあこれがどんな時に使えますかっていうと、3次関数と接線で囲まれる部分の面積であったりとか、3次関数と接する2次関数で囲む部分の面積だったりだとか、ね、あとはこれ意外と知られてないんですけど、3次関数と直線で囲む部分の面積が等しくなる、ね、なんていう問題を考えるときに、この形に式変形する証明過程を分かっていると簡単に解けることもあったりするんですよ。ですんで、まあこの証明自体もやはり理解しておくと応用を聞くようになってきますから、ぜひこれも自分でできるようになってほしいと思います。3番目なんですけども、まあこれと全く同じような式変形をすることもできますけども、これとこれ見てもらえれば分かる通り、アルファとベータのポジションが変わってるだけなんだよね。それを用いて証明する方法もあります。ということで、こんな感じになりますかね。ではね、先ほどのこれと同様にやることもできますから、それでやってほしいですし、数学3の部分積分まで学んでいる人は、こちら部分積分法を用いて証明することもできますから、ぜひ自分でね、試してみてほしいなと思います。ではまた。